んにちは。こんにちは。池田しおりです。渡辺です。はい、今日はこの最近流行りのパーカーに似合う、アレンジをやってみました。結構パーカーってカジュアルな服装で、結構お団子ヘアとかしてる人多いと思うんですけど、そういう人におすすめの、今日ハーフアップのお団子アレンジやってますので、よかったら皆さん、あと今日は、いつも私ストレートからの担当なんですけど、ね、ちょっとやっぱ今日は巻いてると可愛い、アレンジになっていますので、今日はちょっと巻いてからのスタートになりますがよろしくお願いします。お願いします。はい、ではそれでは動画スタート。今日は巻いている状態からスタートします。ベイビーオイルを使います。4滴使います。全体的につけます。表面のところからこの辺りに向かってブロッキングを取ります。顎から斜めに向かったラインでまとめます。2回転ねじるとトップがふわっとしてくれます。ゴムで結び、小さめにお団子を作ります。ラインをぼかすようにほぐしていきます。お団子部分も少しほぐします。表面の毛束をゴムに巻きつけます。ヘアクリップを使います。毛先を下に持ってきてクリップで留めます。今日のポイントはお団子の高さ、あとトップのボリュームの出し方と、あと髪の毛は全体的に巻いておくことがポイントです。で特に、トップのボリュームが出しにくい方多いと思うんですけど、ねじるだけでトップにボリュームが出てくれるのでかなりおすすめです。よかったら参考にしてみてください。さよなら。